タレント、ナダギブが15日までに自身のインスタグラムを更新。ステージ4の大腸がんで闘病していた母が亡くなったことを報告した。母の日、先日、母が亡くなりました。家族葬で、通夜も葬儀も終えました。母はステージ4の大腸がんでした。大腸がんと言われてから、手術をいくつか経験し、抗がん剤治療を受け、がんとずっと戦っていました。そこから6年くらいになると思います。と綴り、幼少期の親子ショットをアップ。最後は腹水の症状が出、膨れ上がった体に苦しみ、疲れ、水も抜いてもらえないまま、静かに部屋で一人息を引き取っていました。と明かした。当日は映画鑑賞のため携帯の着信に気づかなかったという。映画を見終わり、帰宅して改めて連絡するが繋がらず、弟に LINE をするも寸でにならず、そのちょっとしてから父から電話、おかんが言っても歌は、意味がわからなかった、なんで、さっき電話くれてたのに、あれが、もしかして最後の連絡になったの、なんで出やんかったんや、一気に後悔と悔しさが押し寄せ、動揺が止まらなくなった、トトロ、信号待ちをしていたタクシーに走って乗り込み東京駅へ、その間動悸は止まらず、電話に出なかった後悔と悔しさで涙が溢れ出てきた。新幹線の車内では呆然と、ただただ後悔の気持ちでどうしようもなく涙が出続けた、と振り返った。今現在病気や治療で苦しんでる方のお知り合いや親族、ご家族の方、大変なことも多いと思いますが、常に寄り添っていてあげてください。側にいてくれる存在や言葉だけでも大きなエネルギーになると思います。明日、何時間先、何分先、何がどうなるかわかりません。後悔は取り戻せない。自分が今まさにそうなように、と綴ったなだき、母の日に、おかん、痛みや腹水やがんの辛さも何もない天国で、笑っていてくれると嬉しいです。産んでくれてありがとうね、と泣き母に呼びかけていた、ネットの声、何も悔いのない家族の死というのはないのではないでしょうか。私も母が亡くなった時に後悔はありましたが、それはひたすら忘れようと思っています。自分を苦しめるだけなので、難しくはありますが、一緒に過ごした温かい思い出だけを記憶に留めておくようにしています。母をたくさん思い出して、思い出す時に温かい気持ちになりたいので、ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南高校。